こんばんは、八ヶ岳南麓 U ライフチャンネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。2月の24日に雪が降って山も雪化粧。今回は最高な眺めの富士見パノラマリゾートを滑ってきました。平日だったのでとても空いていました。チケット売り場からゲレンデに続く道に諏訪大社の御柱が祀ってあります。7年に一度のとても珍しいお祭りです。この階段を登ってゲレンデに向かいます。登り切ったところにスキーの一流ブランドサラモンのレンタルショップがあります。3年に一度板もウェアも新しいものに変わっているようです。ハイグレードのスキーやスノーボードもご用意があります。久しぶりに滑る方はぜひ新しいモデルをお試しください。センターハウスを抜けるとファミリーゲレンデとセンターゲレンデがあります。リフトが動く前に撮影をしたのでまだ誰も滑っていません。ピステが効いた綺麗なバーンです。第4リフトを使うとシーダーゲレンデを滑ることができます。その先にゴンドラ山麓駅があります。ゴンドラ山頂駅までは約15分です。ゴンドラに乗ってすぐにコースを見ることができます。後ほどこのゴンドラの下を滑って降りてきます。ゴンドラから正面に見える山は八ヶ岳です。今日は少し雲がかかっていました。山頂駅までの間、ぜひこの景色をお楽しみください。ゴンドラの山頂から見る景色です。あいにくこの日は曇っていたので、八ヶ岳がはっきり見えませんでした。しかし雪質は最高です。ブーツで雪を踏む音を聞いてください。今回14時に上がるまで山頂はこの状態でした。3キロの絶景ロングコースです。まずはゴンドラを降りてすぐのこなしゲレンデです。斜度はマックス11度。まずは足慣らしです。正面の八ヶ岳をコースの最後まで見ることのできる絶景ロングコースです。こなしゲレンデの左脇に八ヶ岳展望台があります。残念ながら冬の間は閉鎖されていました。以前この場所から撮った雲海の動画をアップしています。よろしければそちらもご覧ください。続いてアルパインゲレンデです。マックス23度の斜度です。初心者の方はこの先の第5、第6リフトをお使いください。山麓に戻るにはゴンドラを使って戻ることをお勧めします。このコースは雪質も良くなだらかなので気持ちよく滑ることができます。初心者の方にもおすすめです。今年は4月の10日まで営業する予定です。ゴンドラ最上部のコースが最後まで営業します。
この先の左側にリフトが見えてきます。ここを越えるともう上にはリフトで戻れなくなります。この先はマックス29度リンデンゲレンデ上級者コースです。上級者コースなので初心者の方はかなり手こずると思います。一瞬なだらかなバーンを滑っていきます。こっから先に急斜面が待ち構えています。上から滑ってくる人がいないか確認して降りていきましょう。ここまで降りてしまえば、あとは緩やかなバーンです。平日だったのでお客さんも少なく、かなり自由に滑れました。平日の富士見パノラマリゾートをおすすめします。リンデンコースの最後の斜面です。この右側が第4リフトの降り口です。ここから先がシーダーゲレンデです。マックス23度の斜度です。パノラマは全体的にコースの幅が広く、コブも少ないのでとても滑りやすいゲレンデです。この辺りから雪質が急に変わります。温度が高くなるので少し緩んだ感じになります。上空をゴンドラが通っていきます。最後に少し斜度のあるこのバーンを抜ければゴンドラ三陸駅です。私は毎回途中止まりながらだいたい10分ぐらいで降りていきます。この日はこのゴンドラコースを9本センターゲレンデを6本滑りました。お昼はゴンドラ山頂駅にある山頂レストランスピカで食べました。窓側の席からは遠くに八ヶ岳を見ることができます。デザートなどもあり、お茶だけを楽しむこともできます。
レストランは天井も高く広々としています。今回のお昼は信州名物ソースカツ丼です。センターハウスには三六レストランオリオンとラーメンアベーテがあります。入って右側にラーメンコーナー、左側がそれ以外の食事です。食券を先に買ってご利用ください。次回はこれを食べてみたいと思います。ゴンドラ頂上は1780メートル、気温はマイナス9度でした。ゴンドラ駅からは南アルプスや富士山が見えます。下りのゴンドラに乗る手前の窓からこの景色が見えます。隠れた撮影スポットです。センターゲレンデも滑ってきました。こちらは最大斜度18度の初心者コースです。幅の広いなだらかなコースなので初心者も安心して練習ができます。ゴンドラコースで疲れた時に基本に帰って練習するにはとても良いバーンです。この日は帰る最後まで山頂の雪質は最高の状態でした。コースも空いていて最高の一日でした。3月にもまだ雪は降ります。ぜひパノラマ訪れてみてください。ファミリーゲレンデは中学校のスキー教室、とてもたくさんの人が滑っています。センターハウスのレストランの横にはお土産屋さんがあります。そして階段を降りたチケット売り場の横にももう一軒のお土産屋さんがあります。駐車場にあるトイレはとても広くて綺麗です。トイレの脇に今年から置かれたようです。焼き芋の自動販売機です。帰る頃になって八ヶ岳が綺麗に見えてきました。晴天率 85% のゲレンデ、八ヶ岳を眺めながら滑る3キロの絶景ロングコース、富士見パノラマリゾートおすすめします。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみください。もしお気に召したならば高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。